タイトルにもあるように八戸駅の周辺には市街地がなく、離れた場所に八戸の市街地があるとの情報より、その実態を見てみようと思います。よろしくお願いします。はい、八戸駅到着しました。はい、駅の構内はこのようになってます。これから改札口を出ようと思います。見てください、コンコースが広くね、とても大きい駅ですよね。それもそう、東北新幹線の駅であります。さらに在来線は青い森鉄道八戸線と乗り入れて、ターミナル駅となってます。いやー、普通に駅も大きいから市街地の中にありそうなんですけどね。それではちょっと確認してみようと思います。まず西口から見ていきましょう。はい、西口の駅から出たところにいますが、ご覧ください。整備されてて綺麗な広場になってますが、市街地というよりは落ち着いた住宅地といったね、でそのような感じです。まあまあ、それでは東口の方を見ていきましょう。東口到着しました。奥にはビルが1軒ありますね。これはユートリーという施設で、お土産屋さん、宿泊施設、会議室などで構成されているとのことです。そして駅はこのように外観がとても立派です。ホテルメッツも駅と直結してて、他にも東横インなどビジネスホテルがあります。それなりに都会的な感じがありますが、こちらご覧ください。駅を背中にカメラを向けると、あらあらあら、かなり落ち着いた雰囲気で、いくつかお店と住宅が混じった光景が広がってます。まあ小さい町だと市街地といっても全然良いんですが、八戸市は人口約22万の中核市ですからね。確かにもっと栄えててもいいのかもしれません。なるほど、そういうことか。それでは八戸市の市街地方向へ向かってみようと思います。八戸線、こちらに乗ります。情報によると市街地から近くにあるのは本八戸駅とのことより、そちらに向かおうと思います。ちなみに本八戸駅を降りたら、目の前に市街地が広がっているわけではなく、市街地までもそこから500メートル近く離れているとのことです。先ほどの八戸駅は市街地から 5km も離れているとのことです。いや、いかにね、市街地が隔離されているかっていうのが分かりますよね。まもなく本八戸駅に到着しますが、奥に高層階の建物が並んでいる様子なんか見えますよね。おそらくあちらが市街地かと思います。はい、本八戸駅に到着しました。僕が乗ってきた八戸線は、八戸駅から岩手県の久慈駅までを結ぶ路線となってます。水色の綺麗な列車がね、走り去っていきました。本八戸駅市街地方向の出口に出ました。駅の外観はこのような感じになってます。風景を見るとね、ちょっとね、中核市の街にしてはまだまだ物足りなさが少しあるかもしれません。それでは歩いていこうと思います。駅から横断歩道をまず渡りまして、でここを渡ったらすぐ右を曲がって、またまっすぐ歩いていこうと思います。ここをまっすぐ行ったところに市街地が広がっているとのことです。そもそもなぜ市街地がこのように離れているかをちょっと調べた結果を伝えていこうと思います。昔、岩手県盛岡から青森まで鉄道を引くのに、八戸を通るルート、秋田を通るルートが議論されていました。結論、日本鉄道が希望する八戸を通るルートが採用されました。これは建設費が安く抑えられるとかの理由みたいです。さあ、ここで八戸市街地に本当は鉄道駅を作りたかったんですが、当時は早出という伝染病問題や陸海軍綱引き問題で、市街地とは離れたところにやむを得ず作らなくてはいけませんでした。先ほどの理由もあるとは思いますが、日本鉄道の公式見解は、軍に配慮して海から離れたところに設置する指示があったためとのことです。地図を見てもお分かりの通り、八戸駅の方が現在本八戸駅よりも内陸側になりますもんね。その後時が経ち、八戸駅から本八戸駅へ支線ができまして、それが現在の八戸線とのことです。実は昔、八戸駅は尻内駅という名前で、本八戸駅は八戸駅という名前でした。その後、尻内駅が八戸駅となりまして、八戸駅は本八戸駅になったとね、いろいろ細かい歴史があります。さあ、説明している間に市街地付近までやってきました。今僕が歩いている左側のところには、八戸市美術館がありまして、とても立派な建物です。少し離れたところから美術館を映しました。このような感じになってます。自分あんまり美術館って行ったことないんですけど、これだけ綺麗だとね、ちょっと入りたくなるなぁと感じてしまいます。
もう過ぎ去ってしまいましたが、このように立派な市役所もありました。なかなか高層階のね、あの市役所ですよね。でこのような綺麗な広場もあります。さあちょっと前置きが長くなって申し訳ないですが、見てください。だんだんと高い建物も増えてきて、市街地らしい雰囲気が広がってます。八戸駅前とはね、またもう全然違いますよね。はい。でここのスクランブル交差点がありまして、ちょっとね左右の街の様子をカメラを向けて見てみようと思います。はい。まずはこちら正面に高いマンションがありまして、で下にはねタリーズコーヒーが入ってます。でカメラをまず左に回して街の雰囲気を見ていきます。そうするとはい、このような感じで居酒屋さんがあったりとかね、他にも高い建物でオフィス系のビルとかがこう並んでる感じになってます。はい。それでは反対方向、右側にカメラを向けると、まず桜のと書いてある百貨店がありまして、こちらも高い建物が並んでて、商業施設ゾーンがね結構目立つような感じになってます。人口約22万の中核市と言われたらね、もうこれは納得してしまうほどの栄え方をしてます。いやちょっとね安心しました。八戸はねやはり結構都会ですね。それでは交差点からまずまっすぐ歩きまして、タリーズコーヒーの脇の道に入ろうと思います。メイン通りはないですが、このようにね結構人通りも多い通りとなってます。お店もいくつかありますね。ですぐにこちら交差点がありまして、こちらメイン通りと平行に走ってる裏通りという名前になるみたいです。ここを少しまっすぐ歩こうと思います。まずローソンをちょっと過ぎますと、情熱ホルモン、焼肉屋さんですかね。他にはねこのようにカラフルな居酒屋さんとかスナックが入ったビルになってるかと思います。でこちらも食事処ってね飲食店がありまして、コンサートホールって書かれてる青い看板があります。なんかイベント会場かなと思ったらね、あの調べたら普通にパチンコ屋さんでした。通りの右側はガーデンテラスという複合ビルがありまして、このように天井が高いおしゃれな入り口になってます。1階はタリーズコーヒーがありまして、2、3階がヤフー株式会社八戸事業所があるみたいですね。ヤフーのね一部オフィスがあるって普通にすごいですよね。ガーデンテラスを過ぎると飲食店が集中しているエリアがこのように見受けられます。八戸一のせんべい汁と書かれてます。八戸といったらねせんべい汁がとても有名な郷土料理です。江戸時代に生まれたみたいで、そういう醤油味の煮立てた汁物の中に南部せんべいをこう入れるような料理になってるみたいです。反対側の通りもせんべい汁って書かれてるお店がありましたり、左側は八戸を食べようというね郷土料理を味わえそうなこう居酒屋さんがあります。でこの店の脇にはこのような通りがありまして、赤ちょうちんがぶら下がってますよね。なんかねこういい味が出てる通りになってます。ここをもう少し歩いたら右側に曲がってメイン通りの通りに戻ろうと思います。で右側に曲がると赤い看板の弁慶と書かれたお店があります。ランチメニューもやられてる居酒屋さんみたいですね。メニューがこのように、いやーとっても美味しそうですね。海鮮三色丼とかね、他にもこのようにねメニューがとても豊富な感じがあります。弁慶さんのホームページ見たら青森、八戸、あと盛岡とかにね店舗を展開してるみたいです。はい、メイン通りまで戻ってきました。今カメラを向けてる方向は最初のスクランブル交差点のあの通りの方向となります。でカメラを回していきますと、正面には綺麗で高いビルがあったり、左側には商業施設らしき建物があります。ではですね、こちらの横断歩道を渡って左側に曲がって少しまっすぐ歩いて様子を見ていこうと思います。はい、このように通りが広くて綺麗に整備されてます。で右側にはこちら百貨店がありまして、三春屋という名前です。先ほどのスクランブル交差点側には桜の百貨店もあります。この通りに百貨店が2つあるってことになりますね。今百貨店がなくなった都市もいくつかありますので、そう考えると八戸は元気のある街だなと本当思います。交差点に差し掛かりまして、この先は市街地から少し外れるような感じがありますので、一回ですね引き返そうと思います。歩いてて気づいたんですけど、八戸市街地は写真の通り一方通行になってて、メイン通りと裏通りで向かう方向が違う作りになってるみたいなので、あの車で来る際は本当注意した方がいいと思います。なんでこのような作りになってるのかちょっとよくわかんないんでね、あのわかる方いたらコメント欄にぜひ教えてください。
最初のスクランブル交差点の方向に引き返す途中に、こちらですね、ガラス張りのめちゃくちゃおしゃれな建物があります。ちょっとね気になるんで中の様子を見てみようと思います。八戸町中広場町庭という施設で、雨や雪などの天候に左右されず過ごせる多目的スペースとのことです。テーブルとかもありまして、勉強されている学生さんとかも見受けられました。このような施設があるのは大変素晴らしいことだと思います。先ほどガーデンテラスという施設を紹介したと思いますが、そこに通じてるんですね。で、中のこの通りを歩くと裏通りの方まで出れる形となってます。出ました、コンサートホール、パチンコ屋さんですね。それでは八戸市街地を後にしまして、バスに乗って八戸駅まで戻ろうと思います。時間にして約25分ぐらいかかったかと思います。バスの風景を見てもわかると思うんですけど、市街地から離れて、このように住宅街とかを通って、そして八戸駅に向かいますので、全然市街地とはやはりかけ離れているのがよくわかります。はい、そして間もなく八戸駅に到着をします。八戸駅直結のホテルメッツの入り口にいくつか飲食店がありまして、こちらですね、イカ飯屋のお店がありましたので、入りました。イカ飯屋ホーリンさんっていう名前なんですね。ちょっと漢字が難しいんですけども、でメニューもねこのように結構豊富にあります。注文したのはイカ飯と八戸せんべい汁です。イカ飯はイカの中に、だしの染みたもち米が入って、なんとも上品な味がしました。せんべい汁はせんべいの食感がねまた絶妙なので、ぜひ来た時は皆さんも味わってみると良いと思います。はい、今日は八戸駅から市街地が離れている理由、市街地の散策でやっていきました。また別の街をこれからも散策していきますので、ぜひ興味があればチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。